アルミニウムジガネジガネとは、金属を貯蔵しやすいような形で固めたもの。金属界。インゴット、イカイ、バーとも言う。特に、金、銀では、ベべ棒とも言う。例外として、水銀は液状であることから、アマルガムを生じない鉄製フラスコやボンベ、または、樹脂製ボトルやガラス瓶に注入されて取引される。また、半金属であるアンチモンや、ビスマスも、 地金として流通させることが多い。金地金溶けた金とインゴット。ニカラグアインゴットと成功書日本で一般に投資対象として流通しているのは金、白金、銀の地金である。パラジウムや銅、鉛、アルミニウム、ピューダー、ホワイトゴールド、アエンの地金も存在するがあまり売買されない。また銀地金は単価の安さから取引重量が大きくなっているため、 投機目的の個人の取引は少ない。近年、株式市場の冷え込みや、預貯金の保全性に対する不安や、アメリカ同時多発テロ事件の影響などで、金地金をはじめとする貴金属の地金の人気が高まっている。地金の購入時には身分証明書は不要な場合が一般的だが、売却時には必要な場合が多い。地金の販売価格は販売店によって異なる。 百貨店、非金属店、商品取引員のどれを利用するかによって購入価格に差が出る。商品取引員経由の場合が最安であることが多いが流通地金のために傷がついている場合もある。金属会社等の小売店取引において当該会社の株主は株主優待によって安く購入、高く売却できることがある。地金が5 0 0ム未満の場合、販売店で 手数料が徴収される。バーチャージは購入時、売却時とも必要である。地金を売った場合は譲渡所得として課税される。特に給与所得者は給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になる。所有期間が5年を超えるか超えないかで控除する際の計算方法も異なる。なお、地金を売り払った際はその売却記録と金額の資料が 居住地の税務署へと報告される。その年の確定申告で税務署に申告しなければ税務調査の対象となる場合がある。ありがとうございます。